師匠は常に正しい。ためには切り倒さなければならないんでしょうか。しかも倒すとじゃあって叫んでませんか。花びら集めるのに10体も倒す必要が本当にあったんですか？手伝っていただけます？気に入ったぞ。どんな用件で来たのだ？常に己を信じるんだ。
私は農夫になるのが夢だ。隊長の作戦はうまくいったことがありませんね。我々が正義。テオドールさん、できるだけ静かに倒してきました。師匠は常に正しい。大事にしてる割に外に置いてるんですね。やはり人間が介入したのか。うわぁ、テオドールさん、好奇心旺盛だと早死にするらしいけど、ダークエルフ風情が秘密を暴こうとはね。さあみんな、もてあそんでやっちゃって。設計図を忘れず。テオドールさん、さすがです。終わっていないんだね。鍛冶屋に行ったらレベルアップできるよ。